全のまれ。全のまれ。全のまれ。
はい、今日はですね、令和6年ね、11月15日金曜日ね、23時13分回ったところでございます。30分ぐらい前にね、帰ってきたんですけどね、どうもね、まあ、あの膀胱の横丁が痛くて痛くてね、トイレ行ってからね、今動画回しますけど、まあ、こんな状態なんでね、もう今日休みやったんでね、朝から行けたんですけど、まあ今日15、16、17なんてね、あの反感謝デーなんで、あのどこの店もね、出ないの分かってるんで、朝一からね、行くなんてね、もう病気ですよ、うん、こんな15、16、17の朝一からね、ジャグラー打つなんてね、55トリットロール入荷してるからといって、こんな朝からジャグラー打つなんてもう病気、うん、出ないから、心配しなくても。40台ぐらいあって1台出たらええ方よ。それに当たる自信がある方だけね、朝からね、1日通して打ったらいいかなと思いますけどね。全く自信がなくてね、ちょめたりで遊んでるだけのね、おじさんはね、店に着いたんがね、もう9時。9時ぐらい、うん。そっからね、1台目座ったんがね、どっからどう見ても小勢1の台ね。その隣297番台はもう300分の1とかいうわけのわからん位置を超越したね。マイナス8ぐらいの台やったけどね。296番台ね。どっからどう見ても設定1の台座ってね。なんとちょめだる92枚でペカりましたよ。レギュラーやったけど。やっぱりレギュラーか。飲まれんのかなと思ったらね。なんとね、ジャグレンして。しかもボインレイで。ジャグレンボインレイで。そこが今日のマックス。そこで帰っときゃな。200枚ぐらいプラスやったのにな。あれは帰れんな。まあ、全飲まれする前にね、大移動して、全飲まれして、追加して、ペカってビッグ引いて、全飲まれして、もう何をしろか分からへん、もう。あ、じゃあ、全飲まれして、全飲まれ追加して、ペカらんくて、もう一回追加して、亡くなる前に移動したんか。もうその時点でもう368枚マイナスでね。それで、斜め後ろのね、301番台、小ゼロ子がね、開いたんで、座りましたけども、小ゼロ子もね、出腐った後でね、もう10時半とかそんな時間から打ったってね。もうその時間から設定位置も設定6も関係ないから、もう引きだけになるからね。引きだけの勝負でね。引きが弱すぎてね、何もペカらずね、570ぐらいハマってね。200何本から570までハマってね。ノーペカフィニッシュしました。総投資552枚でね、回収ゼロでございます。一生2敗9分け。お金は使ってないんでね。いつもご視聴ありがとうございます。ね、闘病生活頑張ってくださいっていう方はね、チャンネル登録、高評価、コメントね、よろしくお願いしておきます。もう、ステージ4なんでね、これやばいな。ステージ4のジャグラーっていうチャンネル名に変えようかな。ね、ほんまに。痛くて痛くて。もう、ボルタ連でさえも効かなくなってきたわ。まるでね、ジャグラーさえ打っとけばね、なんとかなるんでね。ジャグラーさえ打っとけばね、がん治るんでね。ね、ちょっとしんどいんでね、もう一発ね、ボルタレンぶち込みます。ありがとうございました。いやー、ジャグラー簡単だわー。